金蔵です。ですね、今日は8月27日金曜日です。ですね、天気は最高ということで勝山やってきました。水位的にはですね、だいたい水系で見ると30センチ高かな、平水より30センチ高なんですけれど、もうこのぐらいになったらどこのポイントでも入れるような、若干高いかなっていうところもやっぱあるんですけれども、ちょっと水が高い方が面白いようなポイントも結構あるんで、結構おすすめかなと思います。でこのまま明日さらに10センチぐらい下がってプラス10から20ぐらいですね、中ぐらいになると最高に面白いんですけど、もうやっぱ人おるね、森川は結構おるね。で今日はですね、森川入ってもいいんですけど、で何だかで言って今時間11時回ったところです。スタートは11時半か12時ぐらいになるんじゃないかなと。一応早めにご飯食べたんで、飯抜きで、ずっと、5時ぐらいまで頑張ってみようかなと思います。これ嵐川橋ですね。嵐川橋の手前、渡り切ったところ右岸側ですね。これを曲がります。でもこのまま道沿いに行けば順番に滝やぶ1番2番3番4番なんで、入ってみたいと思う方はこういう順番で来るといいかなと思います。比較的張りやすいところなんでおすすめですね。で今日入るポイントは1番に入るんですけれど、トロセというか深瀬というか、あんまり波立ちが激しいところではありませんね。どちらかというと泳がし性を主体で釣るような感じですけど、ちょっと今日水高いんでどうなるか分かりませんけど、今日は1番から2番あたりにかけて、うろうろしながら拾えたらなと思います。実はね、先週か盆明けぐらいの時にですね、いっぺん来てるんですけれど、やれると思って来たらですね、明け方のゲリラ豪雨かなんかで、ちょっとひどい濁りが入りまして、結局できずに帰りました。そのリベンジというか屈辱というかあれですよね。で1番に来たんですけれどもっていう話で、これはいかねえ。はい、そういうことでね、1番入ろうと思ったんですけども、車入っていけなかったので2番来ました。でやっぱちょっと高いね、30センチ高いと全然雰囲気が違いますわ。いい感じですね。やっぱ人も多いです。釣れてるんじゃないですかね。あそこにあの大会の師匠なんですけども、ちょっとおとりもらいに行きます。今からだからね、手前でこれルアーで釣っても釣れるような感じするんですけどね、邪魔くさいんで、おそらく足してないんで、ちょっとルアーちょっとこの辺やってみて、ダメやったら師匠のとこ行っておとりもらおうかなと思います。とりあえずやってみます。はい、じゃあ今日もこのルアーでちょっと一匹やってみようと思います。ダメだったらね、向こう行って師匠のおとりもらえばいいでね、とりあえずルアーで始めて、取れればその方が勝負が早いなと思ってやってみます。でね、前ルアーの説明の時に、使い方の説明の時にね、ちらっと説明させてもらったんですけども、ルアー引いてくるというよりかは、その魚がいそうなポイントに入れてそこで止めていくような形ですね。それで引っかかるのを待つみたいな形で釣った方がいいと思います。とりあえずね、おとりが取れるまでは我慢ですわ。我慢の子です。仕掛けはいつもと一緒です。この仕掛けもどのくらいないのかな。もう去年から使っとる仕掛けなんですけどね、まだ一回も切れてないですね。もちろん下の付け糸とか中ハリスはもう変えてますし、下の付け糸なんかは定期的に付け替えてるんで、どうもないですね。
変わりそうなとこなんやけどね。ああ、それからね、ルアー使うときはね、浅いとこやった方がいいですね。なんでかっていうと、詰まったときに、寝掛かりしたときに回収できるから、さあ、そんだけの理由ですね。まあ、あと、浅い方が、かかりも早いような気がするんでね。かかりやすいような気がするんで、やっぱ浅いとこで、取った方がいいような気がする。にしてはかからんな。うー、40分ぐらいかかったな。やれやれですよ。おとりが取れたんで、やっとこれから釣りができます。ウグイっぽいね。まあいいや。まあ衣装はおそらく今日怒りでやっとるやろうで、師匠のおとりに反応しんかった老いの弱いやつを。よいしょ。鬼の弱いやつをこうやって引っ掛けていっていけば、なんとか拾えるんじゃないかななんていう甘い考えで言いますけど、まあまあまあ、ところが悪かったんですけど、何でもいいです。今回はかかれば OK です。これはかかれば OK。 かかりそうなとこなんやけどね。よかったね。そりゃかかるわな、やっぱり。よいしょ、よいしょ。ちっちゃいね。まあ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 。かかりゃ OK、かかりゃ OK、OK。おお。ちっさいね。ここはこのサイズしかかからんのか。何を置いても。まあ一応友釣りは循環の釣りなんでね、かかれば OK です。かからんとね、釣りが回ってかんのでね。小さくてもこの一匹が次の一匹につながるんで。おおおお、入れがかりじゃん。あ、消えた。プンッちった。よいしょ、よいしょ。おお、入れがかりやん。もう何、入れがかりやん。はい、そういうことでね、2時半前か2時過ぎたんで、いっぺん船の中で魚入れに来ました。ね、2時間ちょっと、2時間半か2時間半くらいちょっとやったんやけど、
とりあえずね、おとり取るためにこの辺からまあ、ずっとルアーで釣り上がったんですけど、結局ダメで、であのジャラジャラの背方の背方というか、そのラインですね、あれをずっとやってって、もうダメやで、師匠のとこ渡っておとりもらおうかなと思ったら、あの真ん中あたりの波立ち、浅いザラザラの波立ちでパタパタってかかって、そっからはもうあの辺で何て言うんですかね、入れかかりに近い状態でずっとかかりましたね。でまあそこが終わったら、もう今度ヘチの方もやってみたんですけども、ヘチはいまいち、あんまりヘチすぎてもダメなんかなって感じ で今度は反対向いてラインをちょっと一つ上に上げて、上の背型のトロじゃないな、背をずっと今度皮切りながら元に戻ってるんですよ。まあそれでもまあポツポツと拾いましたね。でまあ浅いところよりやっぱある程度こうちょっと水深になると、腰ぐらいの水深になるところの方がサイズは大きかったですね。でまああとこっち戻ってくる時もヘチの方ずっとやってきたんですけども、ヘチの方におるやつはちっちゃいんですよね。でまあとりあえず午前中じゃねえや、昼からの釣果見てもらえますか。船に入らんことはない感じだったけど、まあ20くらいかな。まあこの、まあ、今日は昼からやったし、1日かけて30釣れればいいかなと思ってたんで、まあとりあえず2時半の段階でこれだけ釣れてくれば上出来ですね。まあ夕方までまだちょっと2時間ちょっとあるんで頑張ってみたいと思います。はい、そういうことでね、2番のね上に上がってきました。トロセですわね。ここをちょっと1番までじわりじわりと釣り上がっていこうかなと思います。まあその間に何匹か取れればなとは思います。型がね、ちょっといいやつ釣りたいんですよね。ちょっと、ほんで、2時まででね、26匹でした。まあまあ、釣れた方でした。ただね、ちょっと型が細いなと。もうちょっと、型がいいのが揃ってくれるといいんだけどなと思ってますけどね。こっから上はね、正直、今年やってないんでね、果たして川の真ん中がいいのか、あ、羽だね、竿何本分か入ったところがいいのか、ちょっと分かんないですからね。ただね、さっきのかかった感じから見るとね、オールとこ行ったら結構早い感じがするんで、まあ1番までちょっと釣り上がってダメやったら、ちょっと戻ってあそこの背方、2番の前のあの背方やろうかなと思います。結構反応良かったんで、まあそれでも午前中じゃねえか、さっきすごあの反応のいいやつは抜いたで、かなりペースは遅くなるとは思うんですけど、おお。かっとったんか全然わからない。
ちょっと小ぶりやけど綺麗なあれやね。はい、そういうことで、5時になったんでやめました。2時半3時からの状況ですけども、とりあえずね、あそこの上のとこまで上がってって、あそこからねずっと向こうの、1番にかけてのトロ線をねちょっと、探ってみたんですけども、なんか反応悪くていまいち釣れませんでしたね。で、まあ、上にも人いたんで、もうちょっと、引いてきたところを、竿一本分入って、今度ずーっとこう、この辺まで釣り下がってきたんですけど、まあまあ、大体ポツポツは拾えたんですけども、なんか、あんまり、入れかかりっていう感じにはなりませんでしたね。で、夕方、ここの辺の方と、昼市入って、この辺で入れかかったところ、やってみたんですけども、なんか、違ったっすね。まあ水がもうちょっと多分落ち着けば、いいんかなと思いますし。で、あとまあ昼、その、2時半ぐらいの時に、ここもやったんですよね。この2番の真ん前、一番いいところ。でも全然反応なし、今もちょっとやってみたんですけど、あの辺でちょっとポツポツとかかっただけで、この辺全然かかんないんですよね。まだ水が高いで魚がついてないのかなと思っておるんですけど、落ち着いてないのかなと思うんですけども。いや、このぐらいの水だったら普通かかりそうな感じがするんですけどね、かからんかったですね。まあもうあと10センチ落ちたらこの辺パラダイスかもしれません。まあわからんですけどね。まあとりあえずそんな感じで今日3時からの釣果見てもらえますか。はい、3時からの釣果ですけども、よいしょ、15、6ってとこじゃないんかな。まあこんだけです。まあやっぱトロセ釣ったらね、結構型は良かったですね。まあそれでもいつもの年に比べれば小さいですね、今年は。まあしょうがないですね。まあこの水がちょっと落ち着いたらまた大きいのバカバカ釣れるかもしれないです。そんなことはないかそんなことはないですね。まあとりあえずまた明日もあるんで、明日また頑張ります。それではまた。